メリークリスマス。25日です。お、ジェフさん、はい、コーヒーですか、はい、ありがとうございます。メリークリスマス。はい、My gift to you. ありがとうございます。Let me fix my charge. これなんか変だね。うん。これだとどう？これ今キー違うけど。一回やってみていい？うん。言ってね。ワン、ツー、うん。あ、うん。It's like a出た日本人でしょ。日本ジャパニーズの人だった。出た。これなんか全然違うよ。クラッシュしてるけど。いいってどこかみたいな。もうね、あのね、日本の偉い系のおじいちゃんのジャズプレイヤーとかも相手しないもんね。あ、本当。俺もね、何度もね、うん、こいつってなったことある。何このコーナーって言われて、なんか私が悪いみたいになってて、いやいやいやって。日本に帰ってきてすぐの頃にね、なんか連れてかれて横浜の方でなんかその飛び入りでなんか参加したライブがあったの。そしたらさ、なんかもうジャズのおじいちゃんのベースの人が仕切ってるやつで、じゃあ君参加する次みたいな感じで参加できたんだけど、もうフリージャズの人で、じゃあキーは D でとか言ったら、いやフリーじゃねえじゃん、まずで、君は馬ねみたいな、うまみたいな、これはなんか砂漠のシルクロードのみたいなこと言い出して、いやどこがフリーなんだそれ、めっちゃ縛りあんじゃねえか。結局そうやってなんか D のドリアンでずっとバンプしてるだけのような状態で、全然なんかそれはフリーシャツじゃないんじゃないの。何歳ぐらいでした？もう70ぐらいでしたね、多分60後半とかでした。ひどかった。砂漠の馬みが来る。馬砂漠いるの？このつららすごいよ、怖いな、ちょっと危険だよね。すごい、あんま近寄らないようにしよう。これバーンと落ちてきたら俺終わるな。死ぬやつだな。近寄らないようにしよう。危ない、すごい。まさかここに来てホテルカリフォルニアがぶっ込まれると思わなかったな。何ぶっ込もうか考えていたんだ。これはカリフォルニア全然違うね。そうね、全く関係ないね。ギターフィーチャーね。ギターフィーチャーね。あ、2匹いるじゃん。あー、こんにちは。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。クリスマスケーキ。
こっち来るの初めてだな。こっちブティックさん、ここはケーキ屋さん。あ、ケーキ屋さん。めっちゃいい匂いしてるな。これはチーズのケーキ。ブルーベリーのレアチーズ、ラズベリーのレアチーズ、フロマージュチーズ。これやばくない？本当だ。すごいよ。ラズベリーチーズケーキ。これ何これ？これはあのラングドシャっていうみたいな、中チョコレートで、すごい美味しい。へえ。これさ、シェアハウスでいただいた私。私から。うん。これいただきました。はい。でこの間これいただいたやつです。うん、こっちはアイス？違うか。ラスティックどれがいい？え？僕甘いのあんま食べないから。ここまで来て食べない。あ、じゃあシュークリーム。シュークリーム。オッケー。じゃあ後で買ってくれ。ありがとうございます。はい。今ね、休憩中なんですけども、ゆかちゃんにね、シュークリームを買っていただきました。ありがたいです。あ、増えたぞ。これは何ですか？これはジャンドゥーヤ。ジャンドゥーヤ、うん、こっちか。中にダークチェリーと、ほー、ちょっとお酒が入って。これゆかちゃんの？はい、これゆかちゃんのです。ブルーベリーチーズケーキもあります。これはジェフさんのやつです。ジェフのやつ、僕のです。ジェフさんはいませんけども、どこに行ったんでしょうか？ニセコタップルームに。あら、彼は一人でね、抜けがけ行ったみたいですね。私たちはやらなきゃいけないことがありますので、行きたかったけども我慢していますが、ジェフは一人で行っちゃいました。はい、いただきます。ハッピークリスマス。ハッピークリスマス。本日のまかないいただきます。チャーハンとパスタです。ジェフさん、お帰りなさい。いただきます。お疲れ様です。リハーサル行ってきます。今日ほとんど何も喋っていない、まあ、さっきね、ちょっと街に行かずにね、お疲れ様です。街に行かずに、音源データをね、作っていました。なんかお店の外でちょっと流しておきたいみたいで、ライブ音源のデータを作ってました。なので街に行けませんでした。はい、お疲れ様です。本日の演奏終わりました。ゆかちゃん、お疲れ様でした。いや、クリスマス25日の演奏もね、無事終わりました。ちょっとね、ギターがね、多分乾燥をずっとしてるからでしょう。ネックがもうね、反っちゃっててね、かなり弾きづらかったので、持って帰って今日はね、ちょっと調整して、ネックをね、調整してみようと思います。はい、ではお疲れ様でした。本日はこの辺で終わりたいと思います。大丈夫かな、ほとんど今日撮ってない気がするけど。ではまた明日です。お疲れ様です。